京都国立博物館で目にした天目茶碗に魅せられ、京都五条坂にて研究を始め、後、清水宇一氏の訓当を受けるなど、天目雄一筋に研鑽されている鎌田浩二氏。作者の代名詞とも言える洋変ゆ的の本作。中国刀に習いながらも、単なる写しで終わることなく、 一歩を踏み出した、天目一筋の研鑽から生まれた、いぶし銀の天目です。ようの字にも、作者の自信のほどがうかがえる作品です。